じっちゃん、オラに何の用事だろう。修行してんだけど。こりゃすげえいいリンゴだぞ。もしかしてじっちゃんが修行してくれんのかな。でもランチが来てるって言ってたしな。とにかく行ってみっか。よし、そろそろだぞ。じっちゃんたち元気してっかな。よく来たな、悟空。まずはランチさんの話を聞いてくれんか。よう、ランチ。どうしたんだじゃねえよ。天津飯だよ。生き返ったそうじゃねえか。おう、それがどうかしたか。生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら留守でよ。どうも修行で世界中を放浪してて全然帰ってこねえみてえなんだ。そんで今どこにいるかわからねえんだよ。そんなこと言われてもオラも知らねえぞ。飛べんだからビューンと探せるだろ。頼むから探してきてくれよ。お前さんなら木を探れるんじゃから。あ、言われてみればそっか。へへ、オラ肝心なこと忘れちまってたよ。天津飯、天津飯と。よし、見つけたぞ。結構オランチに近いとこにいるみてえだな。何？もう見つけたって？お、これでも大丈夫だな。バカ、準備ってもんがあるだろう。こんなに早く見つかると思ってなかったからまだ何にも準備してねえよ。とにかく準備ができるまで。しょうがねえな。こっちじゃねえな。
やっぱ自分家が一番だな。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。あ、いっちょや。木の塊だ。お前が訪ねてくるとは珍しい。おめえに会いたがっているやつがいてよ、それで探してたんだ。そうか。だがもうここでの修行は終わってな。そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたと。そりゃ困るぞ。もう少しここで待つ。そうだな。ならば交換条件と行こう。ちょうど修行を終えたところだ。その成果を試したい。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか。むしろありがてえくれだぞ。お前とやるのも久しぶりだ。行くぞ。Yeah!
さすがだな。おめえも腕上げたな。まだまだだが、それを確認できただけでもよしとしよう。約束通りしばらくここに残ろう。今の手合わせで新たな課題も見つかったしな。もうしばらくここで修行するが構わないか。ケンさんがいいならいい。悪いな。それで俺に会いたがっているというやつは誰の？そういや言ってなかったな。ランチだよ。そうか。本来ならば修行に集中したいところだが、約束は守る。ここで待つと伝えてくれ。オッケー。嫌だな。さっさと片付けちまうか。よし。帰ってきたか。どうだったんだ、天津飯はいた？おう、それがよ。ってわけで今行ったとこで天津飯は待ってる。そうか。ありがとうよ。これは礼だ。気合い入れて差し入れを用意したんだけど、さすがに多すぎてよ。食い物ならいくらでももらうぞ。よし、天津飯。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か？うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試して。おー、どういうことだ、聞かせろ。そう言うと思ったよ、来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究員の子だよ。よろしくお願いいたします。ああ、
それでは新しい機能について説明いたしますね。面白い。早速試してやるか。もっと拡張の余地はありそうなんだが、パワー、もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に入れられたら、彼女に渡してくれれば。分かった。トレーニングは余計なお世話だ。ま、無理せんようにな。ベジータ君ならきっとうまくやれるよ。当たり前だ。これならブルマももうあまり心配しないでも。おっと見ていろカカロット、貴様を超えるのはもうす。遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。こんにちは。あの、さようなら。みんな修行して腕上げてっかな。人造人間がどんなやつかわかんねえが、オラの強さ試してみてえな。遅かったな。わりわり。でも天津飯と戦ったりしてどうせそんなことだろうと思って。すまねえな。修行の手応えはどうだ、悟空。人造人間を相手に俺たちの力がどこ。
トランクスの警告から3年の月日が流れ、ご飯ちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃつけ、本当に弁当持ってかねえか。うん、いいよ、ありがとう。すまね父。じゃ、いや気のせいか。孫悟空、どうだ、正直言って今度の敵に。見てもいねえのに分かりっこねえさ。未来から来たトランクスが告げていた約束の日、ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だ。赤ん坊の名はトランクス。そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いて、そして悟空たちが警戒する中、突然、街中で爆発だ。人造人間の仕業なのか。ダメだ、ここか。どういうことだ、まるで木を感じ、そうか、人造人間だからだ、だから木なんてないんだ。なんだと。どこだ、どこにいる。木を感じないのであれば直接目で探すしか。よし、みんな散って探そう。発見したらすぐみんなに知らせんだ。ご飯はさっきの爆発に巻き込まれた人たちを助け、はい、予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。くそー、人造人間はどこだ。トランクスに奴らの写真でも見せてもらえばよかったな。木を感じられねえっちゅうは思ったより厄介だな。
オラが目的なら、とっとす。クリリン、ダメだ、悟空。あや、そうか。見つけたら、すぐにみんなに知らせてくれ。他のみんな見つけられたんか？こいつだ。どこにいる？天津飯。そうか。オラもだ。もっと他のとこも探さねえと。どうだピッコロ。見つからんな。ま、気ぃつけてくれよピッコロ。大きな毛が乱れ減っていく。ヤムチャ。クリリ、ヤムチャまだ生きてる。先祖さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。貴様らが人造人間か。不思議だ。なぜ我々が人造人間だと分かったのだ。それにここに現れることも分かった。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう。好きな死に場所を選べ、孫悟空。なんで孫の名を。お前たちもわかるぞ、ピッコロ、そして天津飯だろう。わけは後で聞こう。行くぞ。なんでオラたちの名前を知ってんだ。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはないな。まさか俺たちの名前まで知られているとはな。いい加減にしろ孫悟空。この場所にしろ。貴様らには、戦う前に教えろ。なぜオラたちのことを知ってんだ。いいだろう、教えてやる。孫悟空、貴様をずっと偵察していたのだ。千海一武道会の時も、ピッコロやベジータとの戦いの時も、貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後、
いかにすれば孫悟空を倒す。オラへの恨みか。そうだ、貴様のせいでレッドリボン軍世界征ドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だ。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号ドクターゲロは死んでこの世にはもういいな。なるほど。だがナメク星での戦いも。そんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかった。ほう。だが我々が慌てるほどのものではない。19号でも十分に倒せるレベル。あ、そう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。吸収した。孫、気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、そんなやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい。どうしちまったんだ俺の体。いやは、あっ、あっ、うわっ、うわっ、カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。終わったのかな。ご飯、クリリンさん、ヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられてクリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。
空。どうやら未来から来たやつが言っていた。心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行って、あの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが、俺が一番役に立ちそうにないからな。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。やつの薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。スーパーサイヤ人となった俺にかなうものなど。さあ、ほっ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 。危ない。そんな程度だろうな。あれ？あっ！感じないんだろう。ラッキーだったな。バカだ。セアリックホーム。ダダでも。
喰らえ。こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ。随分とエネルギーを使ってしまった。俺を倒すなら今がチャンスだぞ。かかって貴様がいくら想像以上に強くてもその程度では人知逃がさんぞ。俺も行くぞ。人造人間の最後だけでも確認したい。俺も行く。僕も。分かった。だが戦おうとはするな。奴は岩場に姿を隠しているはずだ。見つけたら知らせろ。いいな。さらなる脅威、未知の人造人間たち。あの人造人間、思ったより頭が回るようだ。ゴハンたちからは見つけたという連絡もない。念のために直接聞いてみるか。